サッカー J2 のヴァンフォーレ甲府はアウェーで愛媛 FC と対戦し、3試合ぶりに勝ち星を挙げました。ここ2試合先制しながら追いつかれているヴァンフォーレ、 J1 復帰のためにはもう後がありません。ここでご紹介しておきましょう。大きくクリアして、ここにサーレスと南の競争になった。サーレスが勝ちそうだ。さあサーレス、前半32分、ヴァンフォーレはサーレスのパスから保坂、シュート打った、来た、ゴールゴール、最後は石原、石原の今シーズン2ゴール目で先制し折り返します。前半の32分です。さあディフェンスは枚数揃っているが、田中のボレーシュート、こぼれたボール。後半は愛媛 FC の素早い攻撃に苦しめられます。スルーパスに、しかしこれをゴールキーパーの阿部を中心に何とかしのぎました。3試合ぶりの勝利で勝ち点3を挙げたヴァンフォーレ、8試合を残して8位、最後まで J1 復帰を諦めません。